海岸沿いの商用ビル時計等分部病西工場、新徳センターマカオフェリーターミナルトラム、停留所上館は、香港中西区に位置する香港東北岸の一地域で、かつてその一部はビクトリア市を構成していた。中間の西、西英版の東に位置し、北にビクトリアハーバー、南に高級住宅街、半山区と接する。上館は、 4環球役と言われる1842年、植民地下当時から英国人入植者が集中した地域の一部であり、クイーンズロードセントラルとハリウッドロードの間の水港郊外から市街化が始まった。水港郊外は当時海岸部にあったが、埋め立ての結果、現在海岸部から少し離れている。1980年代までは、不当付近にはナイトマーケット、 ハリウッド公園付近には大規模な屋台群が出て、プアマンズナイトクラブと呼ばれたが、返還後急速に大型ビルが建設されるなど、ビジネス外化が進んでいる。上官は、香港のビジネス外であり、多くの中国資本の企業がオフィスを構える。現在の香港証券取引所の前身である、連合公益所が成立する前、香港の株式や社債は上官にあった4カ所の取引所で、 売買されていた。現在でも、貴金属取引所、金銀行貿易場及びその他2カ所の商品取引所が即位外にある。上官は、また、香港の海産物及び漢方薬の集産地である。文明な東街及び文明な西街には、漢方薬店が林立し、南北港と呼ばれている。海産物は、徳助道の西部一帯に所在し、 三角馬塔と呼ばれている。ハリウッドロード及びマラ街は骨董品街として著名で観光スポットでもある。主要長い区、通りを以下に記す。香港鉄路港島線の駅である上館駅が共用されている。2014年11月までは奇襲店であったが延長工事の完成に伴い中間駅となった。香港トラムの停留所は西工場に所在し、 到底流所で折り返す系統もある。新徳センターに隣接する中間バスターミナルは、香港島最大のバスターミナルの一つであり、香港各所へのバスの発着場となっている。新徳センターにあるマカオフェリーターミナルからは、頻繁にマカオとのフェリーが発着し、玉エデルタ沿いの中国本土各地へのフェリーも発着している。ありがとうございます。